はい、アゴ趣味最後の出演者になりました。アゴ趣味代表をしております DJ と申します。30分間、一生懸命歌います。お付き合いをよろしくお願いいたします。台風過ぎてから思ったよりも涼しくなりまして、ね、今日どうなるかなと思ってたんですよね。暑くてまた日焼けして大変かななんて思ってたら割と過ごしやすくてね、一番いい野外ライブ日和なんではないかなという、神大岡なんですけども、実はこのアコシミアコースティックコンサートですね、明日もやります。明日昼12時からですね、行いますので、またねお時間ある方はぜひ来ていただきたいと思います。それでは BJ2 曲目聴いていただきましょう。心の奥で、少ない朝もや
まで来たよ。すべてが全部深くつながってた。心の奥でという曲を聴いていただきました、喋ってる言葉を聴いていただくと、最近はあんまり出んようになったんちゃうかなと思うんですけど、大阪からやってきました、出てました、もろ出てました。あの大阪からやっていたって言っても今日来たわけじゃなくて、まあ、住んでるのは今現在は茅ヶ崎なんですけども、まあ、あの実家が大阪ということで生まれも育ちも大阪なんですけども、この間久しぶりにですね帰ってきまして、ね、で、通天閣ですね、ご存知ですか皆さん通天閣ね、大阪の、日立のマークがありまして、通天閣に登ったんですけど、うちから割と近い言うても電車で15分ぐらいですかね乗っていくここら辺なんですけども、まあ、あの人生でまだ2回目なんですね通天閣行ったのに、まあ、あまり地元やから行けへんっていうのもあるかもわかんないですよね、行ったんですけど、で、ね、あの城、あの辺新世界と言いまして、割と新世界というと名前が綺麗なんですけど、割とこう治安もよろしくない街でありまして、昼間から酔っ払ったおじさんが歩いてたりとか、いう街なんですね割と、まあそんなんでちょっとね、まあ、あの女の人がこう歩くにはちょっと危険っていうほどではないとは思うんですけども、よろしくないんではないかなというような街なんですけども、まあ、それがですね行ってみたら何のことはない、もう女の人全然歩いてて、観光客の人が増えてるんですね。あの串カツっていうんですか、ご存知ですか串カツ、ソース二度漬け禁止ね、あれこう面白いですよ、こうお皿の上にソースがのテーブルの真ん中にドンと置いてあるんですよね。でそれをこう来た串をつけて食べるんですけど、あとキャベツ食べ放題ね、キャベツ横に置いてあってそれを串で刺して、で、ソースつけて食べるんですけど、そのソースをと串カツにソースつけて、つけたりんかったらそのキャベツを刺し、キャベツにソースをこう絡めてそのソースをかけるっていうような使い方をすると、うちの親父が言ってましたけども知らなかったんですけどもね、まあそうやって食べてると割ともうそういうので、なんていうんですかね、街も綺麗になりまして、観光客の方がいっぱいいらっしゃってですね、前行った時はこうなんていうんですかね、お店 T シャツとか売ってるんですけども、 T シャツ1枚180円とか靴下60円とかすごい値段で売ってるなって、まあいうような感じのとこやったのが、なんか大阪柄のねアニマル柄のシャツになってたり、大阪って書いてあるような T シャツが2000円ぐらいで売ってたり、まあ、あの対象となるお客さんも変わったやなっていう感じですよね。まあ、あのそこからちょっと一歩奥手川に入ると、やっぱりこう青いビニールを下に引いてですね、おじさんが露店で物を売ってたりね、なんか靴片方だけ、誰が買うんやろうと思うんですけど、靴片方だけ置いて売ってたりとかですね、あと10円玉を20円で売ってたりね、意味わかんないんですけども、そういうのもあるみたいですけどもね、まあ一回ちょっと冒険したいなっていう方はそちらの方にも行ってみてはいいんではないかなと思います、話がちょっとそれたんで曲を言ってみたいと思います、僕の好きなもの嫌いなもの、
だけど僕はそれが好きです。だから僕はそれが好きです。僕の好きなもの嫌いなものという曲を聴いていただきました、今現在ですねブログをやっておりまして、インターネットでですね、そのブログで曲を作りましてワンコーラス程度ですけどもね。でそのワンコーラスを次の日には、2コーラス目作ったりとかイントロとか、いろいろ増やしていってですね、最後に曲が完成するまでの過程をですねブログで公開してますんで、よかったらですね見ていただいて感想など送ってもらったら嬉しいななんて思っております。このアコ趣味のホームページですね、アコカタカナ趣味漢字、こちらで、ですね検索いただくと出てきますんで、そのページから、DJ のブログという、リンクがありますんでね、それを見ていただきたいなと思います。はい、それではまたオリジナル曲を聴いていただきましょう。星の彼方に何がある。もう一回いきます。
なんかこう夕方っぽい感じで静かな感じがいいですね。そんなことないですか？まあこういうあのね休日もいいんではないかなと思います。言葉はいらないで聞いてください。最後になりました。本日ですね、昼の12時からお送りしておりました「ご趣味アコースティックコンサート」ですね。次の曲が一番最後です。明日はまた12時ですね、昼の12時から、やりますんで、ぜひねお暇な方はまた、遊びに来ていただきたいと思います。昼の12時からやってますのでね、アコースティック音楽を3連休最後の日に楽しんでいただきたいと思います。それでは DJ 最後の曲、アコ趣味最後の曲ですね、出しましょう。歌にして伝えたい、聞いてください。
星の明かり、静けさが心地いい。本日のアコーシミアコースティックコンサートを終了とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。